真の時代の沿岸放題であるとされるもの1906年に描かれた旅順の地図。要塞の拠点が地図上に示されている。要塞以降の内部旅順要塞とは、両東半島先端部の旅順にあった要塞。近代において旅順軍港は、清帝国、ロシア帝国、大日本帝国、中華人民共和国に利用され、その軍港を防衛するための拠点として、 旅順要塞は建設、運用された。清は19世紀後期に旅順に北洋艦隊の基地を置き、その防衛のために旅順の要塞化が始まった。日清戦争では日本軍の攻撃を受け、1895年11月下旬に旅順口の戦いとなったが、新国軍の士気は低く短時間の戦闘で陥落した。日本海軍は、 旅順軍港に旅順口根拠地を置いた。日清戦争後の下関条約では、両島半島は日本に割譲されたが、三国干渉の結果、清に返還された。代わって、ロシア帝国が新から両島半島を咀嚼すると、旅順は、ロシア帝国海軍の太平洋艦隊の基地として使用されることになった。旅順要塞もロシア陸軍の手によって、 機関銃の導入など大規模な強化が行われ、二流山歩類、松木山歩類、東景観山北区歩類など強力な陣地が設置された。日露戦争では再び日本軍の攻撃を受けて激戦地となり、旅順後遺戦が発生した。中でも203高地での戦闘が著名となった。4ヶ月以上の戦闘の末に、1905年1月1日に、 ロシア軍守備隊は降伏した日本陸軍は旅順要塞司令部を設置し、日本海軍は旅順港に旅順鎮守府を設置した。日露戦争後のポーツマス条約の結果、両東半島の関東州租借権はロシアから日本に譲渡され、旅順要塞も日本軍の管理下となった。旅順港には引き続き日本海軍の旅順鎮守府が置かれ、1914年には 旅順要工部となった。日本陸軍は関東州中東の関東軍を編成し、満州事変までは司令部を旅順に置いた。日本陸軍は旅順要塞の防衛部隊の主力として旅順重砲兵連隊を編成し、太平洋戦争前には旅順要塞重砲兵連隊に解消したが、1944年に連隊を廃止した。 第一次世界大戦、第二次世界大戦を通じて、旅順要塞自体は、特段の戦闘を経験することはなかった。ただし、ノモンハン事件に際して、旅順重砲兵連隊の一個中隊を、牧場へ、砲兵連隊に配属して出動させている。旅順は中国海軍の基地として利用されている。ありがとうございます。